14年前、金沢市のアパートで22歳の男性が殺害された事件で、県警は新たなポスターを作成し、情報提供を呼びかけています。2008年6月27日、金沢市久安のアパートで当時22歳の橋本清勝さんが頭を殴られ殺害されました。14年が経った今も事件は未解決のままです。 県警は今年6月に事件が起きた時間帯にアパートの駐車場で目撃された男性の似顔絵を公開しました。この似顔絵を使ったポスターを新たに作成し、県内のショッピングセンターやコンビニなど750箇所に掲示して情報提供を呼びかけます。事件に関する情報はこれまでにおよそ240件寄せられていて、県警は現在も30人体制で捜査を続けています。 情報は、金沢中警察署電話番号0 7 6 2 2 2零0 1 1 0で受け付けています。